ということで、どうも皆さん、こんにちは、底辺でございます。競馬論第何回目ですかね。まあ、30回も行ってないと思うんですけど、まあ、20何回目、28回目ぐらいですかね。はい。すいません、スキー実習ね、大学のスキー実習に行っておりまして、まあ、それちょっと動画撮れなかったんでね、ちょっと間空いてしもたんですけども、まずはね、フェブラリーステークスの週から振り返っていきましょうか。はい。中山記念と阪急杯に関してはね、すいません、予想動画、出せなくてね、申し訳ないんですが、はい。まあちょっとその前にフェブラリーステークスの週、結構ね、僕ね、プライベートの方で的中が連発しましてね、そちらの方、振り返っていきたいと思います。まず、京都牝馬ステークスですね。一応予想動画では、本命ソーダズリングと、言っておりましたが、見事にソーダズリングが1着でした。はい。まあそうですね、追い切りの調教の動きが1頭だけズバ抜けていたので、もうこれは本命にせざるを得ないってことで、ソーダズリング、本命にしました。で、まあ2着にはナムラクレイが来たんですが、はい。で、3着にはね、予想動画では印をつけてなかったコムストックロードが入りましたね。はい。16番人気でございます。16番人気が、上がり3派の全体2位で入ってきました。はい。もうコーナー、4コーナーでもね、14番手ぐらいから、後ろからぶっ飛んできたわけですが、まあ、まず僕がムルザバエフ騎手の、手腕を信じたってのと、まあ、中野調教師がね、2月末で引退ってことで、まあ、いわゆる引退やりですよね。はい。で、中野調教師ね、ブローザホーンも買ってますし、割と引退やりの中ではね、なんていうかな、気合入ってる方なんじゃないかなと思いまして、一応入れたんですね。はい。まあ、迷ったんですよ。結構迷ったんですよ。入れるか入れないかっていうね。まあ、最終的に入れたんですけど、それが見事に来ましてですね。はい。3連服55,000円取らせていただきました。はい。すいません。ちょっと予想動画の方ではソーダズリングの本命ぐらいしか当たってないんですが、はい。こちらの方は見事にね、的中しましたね。で、穴馬指名したスマートリアも4着に来てるんですね。はい。ここは完璧でしたね。ちなみに、上がり3派の全体1位の足です。最高峰からぶっ飛んできたのがロータスランドですね。はい。上がり3の 33.3 ということで、まあ、ちょっと1004で馬券を外したっていうのが意外なんですが、はい。まあ、ロータスランドはね、まあ、やっぱ大外枠っていうのがちょっと響いたような感じがします。はい。で、ナムラクレアとテンハッピーローズが上がり3の全体3位。で、3番人気メイケエールは、10着か。まあ、そうですね。メイケエールに関しては、なんて言ったらいいんでしょうね。まあ、すいません。ここはノーコメントで。まあ、自走宮記念が引退レースになるということでね。はい。メイケール。まあ、自走に期待というか、そんな感じですよね。で、まあ、京都牝馬ステークスはその辺にしまして、で、その次の東京11レース、ダイヤモンドステークス、こちらも当てました。はい。こちらはね、予想動画の方でも、単勝2点勝負やと。帝王ロイヤルとワープスピードの単勝2点勝負ということで、まあ出してましたが、こちらの方は見事に的中はしたんですが、まあ、一応僕の中では本命はワープスピードやったんですけども、まあ、結曲帝王ロイヤルが勝ちましたね。はい。まあ、上がり3派の全体1位、33秒台ということで、まあそうですね、割かし、まあ、前半1000メートルが、1分1秒ということで、割と、まあ、スローではないか。ミドルぐらいかな。ペースで言えば。はい。あ、でもスローかね。まあ、なので、まあ、上がり3派のが割と、長距離にしてはね、割と速い感じになってますが、はい。まず、帝王ロイヤルに関してはやっぱ距離実績ですよね。はい。春天、おととしかな。おととしの春天2着という実績もありますし、2着じゃ3着か。の実績もありますし、はい。で、まあ、サリエラがね、圧倒的一番人気で割と調教も良かったんで、まあ僕はね、3連単の2着固定にしました、サリエラを。で、もう3連単2点勝負でしたね。帝王ロイヤルとワープスピードの、西のレブラントも入れてましたね、そういや。1着が、9-5、2着8、3着が9、5、6の3連単。ですから、3点勝負かな ?4 点勝負どっち3点か4点か忘れましたけど、いや、多分4点かな。で、勝負し、と、予想動画で言ってた単勝2点。で、勝負したんですけど、単勝とそれから3連単当てました。はい。まあちょっとね、3連単はあんまり、ね、人気上位で決まったんで、オッズもあんまついてないんですけど、されてないんですけども、こちらも完璧でしたね。まずサリエラの2着個体がほんまに完璧やったっていう感じですかね。まあ、ワープスピード本命にしてたんですが、まあ3着食い込んできてくれただけでもありがたいですね。はい。で、それはそこまでにして、フェブラリーステークスですよ。はい。G1 でございます。僕ね、一応ウィンズで見てましたね、フェブラリーは。はい。で、本命はです。まあ、その前に小倉大商店もちょっと触れておきましょうか。はい。小倉大商店、結局エピファニーが勝ちましたね。僕完全に消してたんですよ、エピファニーは。ただ来ましたね。はい。で、セルバーグが残りましたね。うん。ワンチャン、小倉やったらワンチャンあるなと思って、紐には入れてたんですけど、残ってくれましたね。で、4着にあるなし。で、僕の本命やったダンディズムは、8着ですか。まあ一応、あがりさんは全体2位の足は使えてるんですが、まあちょっとあんまり伸びてこれなかった感じがしますね。ちょっと出遅れが響いたっていうのもあるかな。うん。ちなみに、あがりさん派の全体1位は、ロングランとカテドラルですね。まあ、割とセルバーグが、速いタイムで逃げてましたからね。1000メーター通過 57.2 なんで、超ハイペース。にもかかわらず、セルバーグが残したということで、まあ、これはセルバーグしてやったりって感じですよね。はい。で、まあ、エピファニーとロングランが来て、ねえ、ダンディズムね、もう小倉日経オープンの勝ちっぷり見てね、もうこれを信用していいかなと思ったんですが、ねえ、5番人気で案外オッズもついてたんでね。ただねえ、やってしまいましたね。はい。ちょっとここは僕のミスですね、完全に。もうね、この日は全く冴えてませんでした。はい。ゴールドエクリプスも2番人気、結局2番人気まで来てたんですが、12着。で、4アマゾンが開始早々落馬。まあ、これもなんとなく、影響してるんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ、ディープモンスターがいなくなったことで混戦模様やったんですけども、うん。小倉大商店、そこまでオッズとしては結構ついてますね。3番人気、4番人気、10番人気で決まってるんで、ね、ロングランはね、結構、単内ジョッキーの手腕も含めて評価してたんですけどね、2着で来てたんですね。3連服は2万円。それなりについて。で、問題はフェブラリーですよ。僕はもうね、チャンピオンズカップ東京大商店見ても、ウィルソンってソロ崩れへんやろということで。でね、チャンピオンズカップのあの追い込みを見たらね、もう東京をやったら、東京のコース代わりであれば、勝ちまであるんじゃないかということで、もうウィルソンってソロ大本命で言ってました。はい。ウィルソンってソロの3連服と、単勝ウィルソンってソロ買ってましたね。はい。ただ結果は、はい。ね、見ての通りですね。ウィルソンってソロが8着。まあ、どっちかというと先行策を取ったんですね、今回は。僕は後ろから行ってもよかったんかなと思ったんですが、まあ、2番手、番手追走って感じで、逃げたんは、ドン・フランキー。このドン・フランキーがかなりのハイペースで逃げてたんで、番手追走のウィルソン・テソーロもまあ、巻き添えを食ったと言いますか。ね、そんな感じでですね。だってね、ドン・フランキーのペースやばかったですからね。1000メーター通過 57.9 でかなりの、ダートにしてはかなりのハイペースで行ってましたもんね。まあ、ドン・フランキーは結局9着なんですが、はい。まあ、結局、後方馬が上位を占めるんかなと思いきや、直線で抜け出したのはまさかのペプチドナイルということで、はい。もうこれは完全に予想外でしたね。ペプチドナイルね、前走の東海ステークスがそこまでいい内容ではなかったんで、まあ、3番人気で6着ですから、ね、コーナーも中段前目ぐらいで行ってて、で、結局6着に終わってるんで、ねえ、あんまり、もう完全に消してたんですけども、まさか頭まで来るとはって感じですね。はい。で、2着にも、これもまたね、ガイアフォースが残ったも予想外なんですよ、僕に関しては。はい、ガイアフォースね、一応、初ダートで、まあ、本来であれば外枠が欲しかったところですけど、内枠になったんで評価差し引いたんですけど、で、スタートの時点であんまり前に行けなかったんで、ねえ、コーナー通過順で言うと8番手ですから、あ、もう終わったなと。もう思いっきり砂かぶってるやんと思ったら、直線で伸びてきて2着ということで、これはガイアフォース完全にダート適性ありますね。はい。ダート適性証明されました。ガイアフォースに関しては今後が楽しみですね。もう非常に強さを感じましたし、だからもう一回芝のマイルで行くんか、それともこのままダートで行くんかって感じ。まあ二刀流でもいいと思いますけどね。はい。やっぱ敵よりはマイルなんですね。まあ、なんならチャンピオンズカップ出てもいいと思うんですけど、まあ、とりあえず春の大目標は安田記念になるんですかね。うん。多分そこじゃないかなと思います。去年も4着入ってますからね。で、3着に、あかりさん派の全体1位で石風が飛んできました。はい。高野ビューティーが首差4着でね、僕の友達はこれによって馬券を取り逃したわけですよ。僕の友達、一緒にウィンズいてた友達がですね、3着、3連服のボックスで、石風を入れずに高野ビューティーを入れてたんですね。あとの2頭は合うてるんですよ。この時点で、友達は7万円、高野ビューティーが来てたら、3連服は確か7万円ぐらいやったかな。10万もいってなかったぐらいですかね。15万いってたっけな。なんかまあそれなりにオツついてたんですけども、それを取り逃してですね、もうどっちかなって僕も正直同着でもいいんちゃうかなと思ったんですけど、まあ首差で、鼻差で、石風が、3着と。僕は内有利に見えたんですが、結局は石風が、3着。まあね、滝豊ジョッキーね、その前日のね、ソーダズリングもあってね、で、しかも僕がなんとなくエルムステークスを見てね、なんとなく石風はあるかなと思ってたんで、石風も一応ね、対抗までに入れてたんですよね。はい。まあ見事に3着に来てくれたのはいいんですが、ペプチドナイルが完全に想定外やったんで、馬券はタコ外しでございます。はい。3連単もね、一応買ってて、石風とウィルソンテソーロでオメガギネスをサンドイッチするっていう3連単買ってたんですが、見事に、ウィルソンテソーロおよびオメガギネスがすっ飛びまして、大敗と。もう、前日ね、5万買って気分良くなってましたんで、はい、結構突っ込んだんですけども、はい、大敗でございます。もう一番人気オメガギネスに関しては14着ですからね、もう完全に馬群に沈みましたね。はい、もうなんか敗因がようわからん感じですよ。で、ドゥラエレーでも、先行策が、ハイペースがアダとなって、12着。で、イグナイターは一瞬見せ場ありましたね。まあ、11着。で、アルファマムは結局、まあ一応4コーナー15番手から、まあ、一応足を伸ばしてるんですが、それでも10着。で、ミックファイアが7着。意外とミックファイアが前線してるんですよね。はい。僕、イグナイターの方が上かなと思ってましたけど、ミックファイアの方が前線してましたね。はい。で、レッドルゼルがまあ6着。まあ、このレッドルゼル、ですから、石風とレッドルゼルがこのまま引退になってしまいましたね。はい。ちょっとここは悲しいニュースではあるんですが、はい。まあ、この2頭は、引退ということで、まあ、お疲れ様でしたって感じですね。はい。ちょっとフェブラリーはね、これは予想できませんよ。3連単150万。ね、G1 で100万馬券で、いつ以来ですかっていう感じですけど、ね、3連複でも19万なんで、そういうやつ最近、チャンピオンズカップがこれぐらいついてたね。チャンピオンズカップ、確かレモンポップからドライレーでウィルソンテソーロ、レモンポップ、ウィルソンテソーロ、ドライレーで、チャンピオンズカップが何倍でしたっけ？ちょっと待ってくださいね。じゃーん。チャンピオンズカップ。チャンピオンズカップが、チャンピオンズカップの方がもっと荒れてた。チャンピオンズカップは3連複が46万。で、3連単が190万なんで、チャンピオンズカップよりは荒れてないんですけど、ねえ、チャンピオンズカップはね、一番人気が一応頭で来てるんですけどね。はい。ね、こっちに関しては上位人気、フェブラリーに関しては上位人気全部すっ飛んでるんですけど、チャンピオンズカップよりかはオッズが取れてないっていうところは、なんか不思議なところではありますけどね。まあ確かに分散したっていうのはありますよね。人気馬がいなくて、まあ本命馬がいなくてね。はい、ちょっとフェブラリーはね、もう完全になんか、もうかすりもしなかったっていうか、そんな感じでしたね。この日は非常に調子が悪かった。僕はね、小倉大商店も完全に外しましたし、で、このフェブラリーステークスもタコ負けでね、まあ、やっぱりね、前日の反動はありましたよね。やっぱり会心の的中をしたんで、プライベートですけども、会心の的中をしてしまったんでね、多分しばらく当たらないんですよね。まあ、今週の話、先週の話に移るんですが、阪急杯、それから中山記念ですね。こちらも両方外しております。はい。見事に外してます。その他にも平場も何個かやってたんですけど、全部外してます。払い戻し1円も返ってきてないですね。やっぱりね、1個でかいの当てるとね、しばらくなんか当たらなくなるんですか？そういうもんなんですかね。うん。まあそういうもんなんでしょうね、きっと。はい。まあということで、今週の重賞ですね。はい。まず阪急杯です。実はね、阪急杯僕、馬券を買いそびれたんですよね。ちょうどスキーをしてまして、もう時間がなかったので、阪急杯はギリギリ買いそびれてしまいました。はい。まあ一応ね、予想では、本命はダノンティンパニーでした。で、もうウィン・マーベルに関してはちょっと京都記念、それからフェブラリーと続けて松山ジョッキーを本命にしてやられてるんで、対抗までにしてましたね。はい。ちょっと評価を下げてました。ウィン・マーベルに関しては。ただ、蓋を開けてみればウィン・マーベルがもう普通に1着。まあ、1004では強いですね、やっぱりね。はい。で、僕が本命にしてたダノンティンパニーは9着でした。で、2着に朝柄キングが残して、で、3着がサンライズロナウド。このサンライズロナウドが全体1位の末足で飛んできていると。はい、サンライズロナウドはね、一応入れてたんですね、穴馬として。はい。で、あとは人気どころで言うと、こちらの方は意外と固く決まった感じがしますけど、で、名勝チタも穴馬で入れてたんですが、13着。はい。で、タマモブラックタイもね、一応入れてたんですね、確か。ただ15着。で、スマートクラジオは割と結構評価してたんですが、10着ということで、もうほんまに、まあ一応ね、この上位3頭は、紐では入れてたんですよ。ただ、漢字の軸やったらダノンティンパニーが飛んでるんで、ここは全く外してました。ただ、馬券を買いそびれたんで、ここはね、耐えましたね。はい。馬券を買ってたら外れてました。で、中山記念ですよ。こちらも荒れてます。はい。まず、上位人気。だから単勝オッズが、1桁の、馬、全部飛びましたね。まあ、こちらも3連単50万円。3連複で7万円なんで。ね、僕がジオグリフをもっと信じてあげればよかったんですが。はい。同船は予想外でしたね。同分で残すんかいって感じでね。まあ、マテンロースカイはね、1008では割と実績のある馬なんで、まあ来るんちゃうかなと思ってたんですが、同分でかよって感じですね。はい。で、ソウルオリエンスが一応惜しくも4着なんですね。まあいつも通り後方から最後大外分回しでね、もう上がり3班の全体1位の足で来てるんですが、惜しくも4着。ソウルオリエンスに関してはもういつもこんな感じなんでね。で、今回も大きく負けてるわけじゃないんで、まあ、次多分大阪杯になると思うんですけど、まあ別に悲観するような内容ではないんですけどね。まあなんかいい加減、横山武史ジョッキーに戻してもいいんじゃないかなと。まあ今回はね、横山武史ジョッキーがサウジの方行ってたんでね、田辺ジョッキーが代役やったんですけども、まあそうですね、またお父さん買ってるんですよね、マテンロースカイでね。もうなんか今年、横山典弘ジョッキー重賞2勝目ですか確か。なんかどっかも買ってましたよね。買ってないか。いや、なんかどっか買ってた気がするんですけど、ちょっと待ってくださいね。なんか重賞、あ、そう、京成杯や。そう、京成杯買ってるんですよね。重賞早くも2勝目ですよ、今年。横山典弘ジョッキー。お父さんがね、活躍しておりますよ。ね、息子たちも頑張ってほしいんですけども、はい。で、今回、エルトン・バローズ本命にしたんですが、7着。ちょっとエルトン・バローズが僕の中では心配ではありますかね。前走のマイルチャンピオンシップの時も本命にしたんですが、4着でしたっけ ?4 着か5着ぐらいですよね。はい。まあちょっとエルトン・バローズはなんか直線で伸びを欠くイメージがありますね。だからなんで毎日杯勝てたんやろって感じですよね。毎日杯やったっけ？ソングラインとシュネルを破ったあのレース、毎日杯、あ、毎日王冠か。ね、なんで毎日王冠勝てたんやろって感じが今になってしますけども。で、評価してた穴馬で、ボーン・ディスウェイが10着、中山公社ラーグルフは9着。で、追い切りで非常に良かったヒシウガースも11着。ありましたね。で、レッドモンレーブが15着。はい。で、ジオグリフが3着に食い込んできたと。まあなんかネットではね、ソウルがジオグリフに負けてるやんけみたいな話もあったんですけど、まあジオグリフね、久しぶりに馬券圏内来ましたよね。確かこれ、皐月賞以来ですか？馬券圏内に来るんは。まあ復活の兆しっちゃ、復活の兆しなんですが、まあ胴舟に負けてるようではね、っていうのもありますかね。あとは単純に位置取りが良かったっていうのもあるかな。ジオグリフはね、次ですね。次どこ行くんかわかりませんけども、ジオグリフに関しては次注目ですね。次どんだけやれるかによって今後変わってくると思います。間違いなくダートは適正外なんで、おそらく芝で、今後も芝で行ってほしいんですが、まあ、次また芝で負けるようなことがあれば、ね、ちょっと今後は心配になってきますよね。はい。まあそんなところでございます。ということで、一気に2週分の重賞を振り返りました。はい、ちょっと動画が非常に長くなってしまいましたけども、この辺で終わっておこうと思います。はい。今週末ですね、チューリップ賞と、チューリップ賞、オーシャンステークス、それから弥生賞ございますが、そちらの展望の方はまた別の動画で、やらせていただきます。ということで、本日の動画これで以上になります。良ければですね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。